で、ここにいる人たちとお話ができる。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。それな、 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。神羅を甘く見ちゃダメだよ。うん、神羅ビルがどこにあるかは。そうだな、ビリーボーにでも聞いてよ。ああ、ビリーボー、この人ね。はが、それよりさ、究極マテリアは神羅ビルの中なんでしょ。神羅ビルってどこ。気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。神羅ビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。神羅ビルの中についてはナヨが詳しいよ。彼女に聞いてみるといい。 あんだけ超高層ビルなんだから、場所はすぐわかるでしょうな。プレートの上に行けば。旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの。神羅ビルの中のどこ。それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、神羅カンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど、究極マテリアは神羅ビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？待って、地下ってさ、ビルの地下ってさ、ドラっていうモンスター育成場みたいなところじゃなかった？あと北条がああだこうだって命令してきた場所。退屈だったらコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート。あ、ごめん、ウノシューは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないな、コンドルフォート。じゃ、簡単にルールを説明するね。待って、これ知ってるわ。めちゃくちゃオリジナル版苦手だったやつだ。てか、何をしたらいいのか全然分かんなかったやつだ。ボードゲームです。要するにシミュレーションゲームのような感じでしょ。でリメイク版なんだから当然ちょっと仕様も違うだろうし、スターターボードしかないと。あ、編成は特に組めるとかそういうわけでもないから、とりあえずやってみる。どうやってやんだこれ。フィールドにユニットを配置すると自動的に敵陣に向かって進軍を始めます。ユニットとぶつかると自動的に戦い始めます。はい、はははは。アタッカーはシューターに有利、シューターはディフェンダーに有利、ディフェンダーはアタッカーに有利。なるほど、ディフェンダーを前衛に出せばそれでいいというわけでもないんだね。今手元にあるユニットだと、シューター1人の、アタッカー2人の、ディフェンダー1人と。はい、やってみないことには始まらない。シューターここに配置。
あ、なんかすげえ攻めてっちゃった。すげえ攻めてっちゃった。マテリアがあれば魔法による強力な攻撃ができます。どうしようかな。あんまり移動できてないかも。ちょっとこいつ、やってる。おっと、なんだこいつ。ちょっと魔法使って、ああ魔法強い。ちょっと待ってね、スタンレー、ちょっとスタンレー、スタンレー、スタンレーじゃねえや、シューター、シューター、ちょっと下がんない、下がんないか、下がんないっていうかメンツが増えてない。 こいつどんどん前に進んでっちゃってるけど、まあいいや、もう雑魚敵を減らせてるから全員前に進ませるか。回復、ああマテリアは使用1回きりか。まあまあとりあえずどんどん進めさせて、ああネクストでどんどんメンツが変わってってるのか。なるほどね。あ、割と順調だね。これ敵のディフェンダーだから、ああシューター死んだ。配置して、あ、ちょっと近すぎたかな。まあいいや、もうこいつ、ああ終わった。あ、新しいユニットとコンドルコイン。やるなユフィ、さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう、ポルコが弱すぎるんじゃない。あ、でも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。あたし任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。あ、いろいろユニットを解放と。本編遊んでた時もだいたいサブは網羅して遊んでたんで、 DLC も例外なくやります。シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。あれでしょ、シミュレーターするマシンのことでしょ。え、まあシミュレーターするというか仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。ミッドガルでもめったに見られない最新型さ。どうだい、試したいだろ。別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰め所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。いたわチャドリー。メインストーリーは今こうなってて、ナヨからもうちょっと話聞いてみようっていうのと、瓦礫通り、まあ本編で今爆破騒動を起こしてるからしばらくプレート上にはまだ行けませんよっていう状態ね。ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって？一言で言うと大人の街ね。大人の街、いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。
で、酔っ払って昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでもダダクだよあれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え？どこにあるのか知らないし、行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほう。ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな、亀道楽。あ、亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら？行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。あー、もう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった、あんまり遠くへは行かないようにね。あ、やべ、エキストラ。あ、まだできるんだ。ダチャウマメ、恐ろしい食べ物だぜ。まだ歯がつ、あ、だから歯を痛めていたのね。あんまりあのシミュレーションじゃなくて、このミニゲーム得意になれる気がしないんだけど、まあまあやっていこう。チャドリーね、たびたびあのシミュレーションを起動して召喚獣なりなんなりいろいろ入手した記憶があるわ。あ、あれ？いたわ。カメ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 ドラク。おや、お嬢さん、チラシを見つけてきてくれたのかな？チラシ？おやおや、カメドラクのチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。お、ご存知ない？ない。ではご説明しましょう。カメ道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、まあコロナ事件がありまして、ウータイのことを心よく思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。へえ、いやー、まいったまいった。しかしこれは好機ですぞ、お嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号になってみませんかな。こちらがチラシの見本です。イカスでしょ。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてください。やってやろうじゃん。そうだ、お嬢さん、コンドルコインはお持ちじゃないですか？実は私、コンドルコインを集めておりまして、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。1枚なら。これはもう買えって言ってるよね、このユニット。買っとこうっと。すぐ見つかったわ、亀道楽。意外や意外とメインストーリーばっかりかと思ったら結構あるみたいだね、サブ。あー、これ場所がはっきりと分かんないやつか。いや、分かってるやつか、これもしかして。どうなんだ？あ、そういうわけじゃないのか。これもまた別のエクストラかな。チラシはどこだ？ちょっと本編となんか関連がありそうな。亀道楽の気配がする。え？一応ウータイもアバランチと同じように反死んだ勢力だから。あったー、よっしゃー、カメ発見。あんまり一般市民の印象は良くない、アバランチ同様に。
とりあえずチラシがあれば教えてくれるならなんとかなる。あーっと、ウェッジがいる？はい。え？投げる場所を考えろと。あーすげえ簡単。なんか塊魂とかで流れてそうな曲。これぞ忍びの力。よしよしよし。ナンバー2。遅いっすね。みんなも兄貴たちがいないと寂しい。よしよしよし。こらこらこら。ねえねえ。ちょっと待ってほしいっす。今猫ちゃんタイムなんで。いや、ここに置いてあるこのミニゲームのマシン。そのうちこいつと戦闘する羽目になる。今度みんなで作ろうぜ。この辺周辺散策してるだけでもうチラシすぐ見つかりそうだな。こんなにガラクタ多かったっけ。セブンスヘブンって入れるのかな。え、待って、この人もしかして課長じゃねえか。時はこうなかなか難しいもんだな。おじさん、何ブツブツ言ってるの。うるさくしてすまない。娘にゲームの遊び方を教えてほしいってせがまれてね。絶賛勉強中なんですよ。もしかしてコンドルフォート。私でよかったら相手になるよ。そうかい。じゃあ、お言葉に甘えて。練習あるのみ。課長何してんだよ、こんなところで。デッキ編成ができるようになりました。はい。ああ、なるほど。これ左上の数字が多分レア度みたいな。レア度と言っていいのかな。なるほど。さっき遊んだ時はフィールドに4体ずつ、3体だったかな。まあ少なくとも順番に配置されていってたから、でタイプが3つあるから全部均等になるように配置すればいいんじゃないの。あれ、新羅課長のデッキが見えてるだと。アーチャーがたくさんいる。なるほど、なるほどね。あれ、アーチャー、アーチャーって名前だったっけ、そもそも。 OK、 確認した。シューターね。でシューターにはアタッカーが有利であるということが分かっているので、おまけに相手のデッキが分かっているならやることは一つであると。アタッカーをゴリゴリに固めてやればいい。 OK。 あとは配置方法だな。なるほど。で敵陣のところにあるあの3つの鳥みたいのを先に壊した方が勝ちってわけか。はいはい、早速。あれ、こいつ無視していっちゃったな。あ、で左上が ATB ゲージで、これでどんどん配置できると。まあそりゃ敵シューターばっかりなんだから、そりゃシューターばっかり出してくるわな。ならもうアタッカーばっかり出してやれば勝ちなのでは。あ、いいよいいよ、もう敵陣の攻撃に入っちゃってるよ。
シューターなんて敵じゃないね。あ、よく見たら死んだ兵っぽいな。シューター対シューター、配置できるならどんどん配置しちゃうか。ちょっとやりすぎたせいか押されてるな。戦闘員5。あ、敵のユニットも見えるのか。敵もガンガン出してくるな。ちょっと魔法で片付けちゃう。あれ、これヒットしてると、よし。空中兵、空中兵は敵のシューター空中兵に有利でしょう。これなかなか ATB ゲージがたまらないんだな。割と地道な勝負になりそうで、難易度、敵のレベルが上がると結構難しいシミュレーションバトルになりそう。戦闘員5。ああ、時間制限があるのか。時間タイムアップになったら押してる方のチームが勝ちってことになるよね、きっと。そうだよね。そうならなかったら怒るけど。オッケー、ちょっと友軍側に向かおうとしてる敵がいるけど、別にゴリ押ししちゃえばいいでしょ、こんなの。ちょっとアタッカー出てきたな。ちょっと待って、アタッカー、ちょっと待って。鎮圧、鎮圧。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。攻められ始めている。アタッカー行こう。終わっちゃう。3、2、1。あ、ウィン、よし。なるほど、ようやくコツがつかめてきたぞ。負けたのに？うまく負ける練習ですよ。娘の機嫌を損ねないようにギリギリで負けるのがコツなんだな。ずるい。その通り、家庭円満の秘訣です。仕事に戻ってくれ、課長。